MI シミュレーション第42話、始まります。激マブフォックスダイナさんがメンバー入りしたところから、スタートです。では、ダイナさんのスキルをチェキ。AP ピアシングランス。物理100の単体。ガード封じを付与。AP パッシブホールド。物理100の単体。パッシブ封じを付与。PP ナイトイベイド。確定回避。夜なら使った PP を補充。PP シェイドチェイス。威力75の追撃。暗闇を付与。PP ウィークハント。デバフ付与時に追撃。ガード負荷かつ防御 50% 無視。サブアタッカー的な立ち回りを得意とする激マブキツネ。重装のガード封印。グラディエーターの回復封印。都会回避とイベイトで盾にするもよし。後衛から追撃をぶち回してもよし。素の速度が40と激烈に高いので、厄介な重装や回復対策しながらサブ火力に。といった感じですね。追撃威力アップをつけてあげるとより活躍するでしょう。町の警備を任されたルイに挨拶。他の囚人と違って、ウルフだけ目が怖すぎない？エッチなデコッパチの町娘、クナさんのモフモフにメロメロ。バストクロラにアイテムを納品し発展。町のお兄さんも喜んでいらっしゃるよ。メイナさんを守備隊長に任命し、ブグヤをチェキ。ゆっくりしていってね。サムシリーズの闇、性能は剣と同じ。ありがとう。ダイナさんにプレゼント。あとはステージ攻略のご褒美、ボーパルソード。鋼シリーズの上位互換、復興23に速度3アップがついていて、とてもうま味。新部隊に加えるため、クロスタをクラスチェンジ。もっと腕を磨かねば。あら、かっこいい。進化前のハーズボンはどうかと思ってましたが、こちらは順当に黒騎士してていいですね。新スキルは AP に消費のダークフレイム。一列に炎症付与。デバフ状態なら混合威力100という強烈な攻撃性能。さらに PP デモントレードで、攻撃後に PP を AP に変換するため何度も攻撃が可能。自前でドレインによる回復もできますが、追加で回復を用意しておけば非常に強いアタッカー。時間ごとに HP 回復のアクセを持たせる、クイックヒール持ち特務、などするといいでしょう。魔法陣で特訓をして、お腹が空いたのでご飯タイム。お、うまそうじゃないか。美味しい。これも美味しいぞ。またごちそうになりたいもんだ。なんぼでも食わせちゃるけ。またのお越しをお待ちしております。では親密度会話をチェキ。まずはアレインとダイナさん。アレインに頼みがある。そう言って切り出したのはユニフィーのこと。昔からのお知り合いであるダイナさん。誰に対しても優しいユニフィーに傷ついてほしくない。人一倍幸せになってほしい。だから守ってやってくれとアレインにお願い。例として自分とユニフィー、いずれかしか助けられないならユニフィーを選べと言い出す。もちろんああ分かったと言えるはずもなく、アレインはどちらも救える可能性を探すと第3の選択をチョイス。その言葉は嬉しいが、やはりユニフィーを選べというダイナさんでした。お次はオーバンとダイナさん。夜、砂漠地帯の海岸に出かけるオーバンを見かけ、こっそり追跡。特に用事があるわけではなかったものの、何をしているのか気になってしまった。オーバンは周囲の風景をゆっくり懐かしそうに眺める。いわくコルニアに出張する前、仲間たちと夢を語り合った思い出の場所。自分の命を使って傭兵を逃がしたように、オーバンは仲間に特別な思い入れがある。人間以外に対してもそう言えるのかい。メイナさんはつい気になって質問。数十年ぶりに退去してやってきたのはゼノイラ軍。人間は信用できないという考えが拭えない。そこでオーバンは身の上を語る。砂漠の民は生まれた時から差別される。厳しい砂漠での生活は命がけ。幾人もの友が命を落とした。性別も種族も関係ない。生きることだけを考えてきた。その言葉にショックを受ける。過去はなくなったりしない。だから行動で示し、少しずつ信頼を勝ち取る。オーバンの言葉に胸を打たれたダイナさん。嘘偽りなく心情を語ってくれたオーバンは信用できそうだ。自分もまた人間の信用を勝ち取るため、行動で示さなくてはなと思うのでした。お次はレラノアとダイナさん。涼しい森と寒冷地出身の二人、砂漠の暑さには慣れそうにない。暑苦しいその毛、どうにかなりませんかと失礼発言。衣服じゃあるまいし、どうにもならないよと返され、素直に謝罪。そんなことを言っているうち、船で砂漠に旅行へ行ってきた知人のことを思い出す。環境に適応したのか、毛が短くなって帰ってきたのだ。すごい勢いで食いつくララノア。
そんな早く毛が生え変わるわけないだろ。熱された鎧に肉薄され、勘弁してくれと悲鳴を上げる。そこまで言うなら自分の髪の毛を短くしたらどうなんだ。その言葉にないぞ。相手はと剣を取り出すも、ロザリンデ様のヘアスタイルを真似ているので、命を失っても切るわけにはいかないと思い直す。結局我慢してオアシスまで歩くのでした。お次はモラードとラモーナ。何やら、うろうろと人を探しているモラード。その様子が気になり声をかける。しかしどうにも歯切れが悪い返事。よくよく見れば、毛布の布地がほつれている。修繕を誰かに頼もうと探していたわけだ。誰かお針子さんを知らないか。そう言われ、私が直しますと立候補するラモーナ。石火団をまとめる士族長にそんなことをさせるわけには、モラードがそうやんわり拒否するも、聞く耳ずくもたず。昔からあなたたちの服を何度も縫い直してあげたでしょう。そう迫られ、やむなく防具を渡す。しばらくすると、綺麗に直された防具を持ってきたラモーナ。そして縫い直した部分には、可愛いライオンの刺繍が。やられた。こうなるから頼みたくなかったんだ。なんていうわけにもいかず、シャツを述べて受け取るモラード。昔から何か縫い物をすると、決まって可愛い刺繍をつけ足す癖がある。ユニフィーなら喜ぶだろうが、ライオン丸がライオンの刺繍つけてるのはちょっと。とは思うもののラモーナを悲しませるわけにもいかず、そのままにするモラードでした。最後はモラードとユニフィー。昔話に花を咲かせる二人。子供の頃は、まるでもともと体が小さかったかのような行動をしていたモラード。ほう。対してユニフィーは、木登りも遠吠えもお手の物で野生児さながら。活発すぎて門限を守らず、いつもラモーナを心配させていた。そんな二人を毎日世話してくれた。ラモーナには感謝の言葉しかない。この思いを伝えるために、二人で何かしてあげないかと相談。いい家族じゃん、アゼルバイジャン。さて、吹雪の里がある渓谷からやや東、何やら話し込んでいる猫獣人を発見。あら、かわいい。かわいい猫獣人を追い返すバチスト。バチスト、どこかで聞いた名前だな。困っている美人と猫は見過ごせない。事情を聞いてみることに。いわく、シルパコームの町にある孤児院の経営者、ムーツンが行方不明になったという。ルーは孤児院の運営を手伝う助手。ただ孤児院をゴードンなる人物が占拠。ここはゴードン王国だと意味不明なことを言い、中へ入れてくれない、とのこと。まずはゴードンという人物のことを探るため、近くにある港町、ローニビッシュで聞き取り調査をすることに。このご時世に取材を投げ打って個人運営とは、なかなか見上げた人物もいたもんだ。最初に声をかけた人物は、よそ者に話す舌は持たないと門前払い。次の人物は酔っ払い、こんなんばっかりか？港にいる傭兵はお仕事中らしく、これまた会話を拒否。最後の望み上げ中人にインタビュー。いわく、ゴードンが最近越してきた恰幅のいい貿易商で、引っ越し祝いのお蕎麦を配ってくれた。悪い人には見えなかったが、フクロウ族のサンドロさんに何か言っていた。聞けばサンドロは元孤児院の職員、ルー同様追い出されてしまったというわけだ。今度はルーの名前を出して事情を説明。するとゴードンのことはよくわからないが、港の傭兵がゴードンと話し込み、仕事の話をしているのを目撃したとの情報をゲット。酔っ払いの情報らに金を払えば、傭兵が使っている合言葉がわかるかも、とのこと。さすが田舎、誰が何をやっているのか全て知れ渡っている。早速情報屋にインタビュー。酒代を出すから、傭兵について教えてくんなり。すると情報屋は1000円を要求。5人前の鍋が1500円だし、妥当の額か。すぐさま酒場へ行こうとするのでユニフィーが怒ると、合言葉はノバラ、ではなくバスカリアだと語ります。ユニフィー曰くこの国では一般的な野草。わかりやすい。では反乱軍だとバレないように合言葉をチェキ。ガバガバ判断でよし。した傭兵は、船への積み込みはもうすぐ終わると報告。箱の中身が何なのかは知らされていないが、とても重かった、とのこと。孤児院、重たい積みに、労働力として奴隷にされる囚人。一体どういうつながりがあるんだ。頭をひねるアレインの結論は、孤児院に勝ち込みをかければわかるが、ガハハ。すっかり脳筋突撃志向になられて、案の定孤児院の玄関は閉ざされている。さすがにぶち壊すのは気が引けるので、港町の近くにある、ムーツン先生とルーの愛の巣から鍵を拝借することに。ところが、自宅待機しているはずのルーがいない。ユニフィーが周囲を観察すると、凍った滝、氷瀑に続く足跡を発見。一体どこへ？
こっちみたい。ついてきて。こそこそ嗅ぎ回ってる連中がいたが、ムーツンのとこの小僧、てめえが仕向けたんだろ。先生のためだ。お前たちなんかに負けるもんか。威勢だけは一丁前だな。だがもう行き止まりだ。おとなしくしてもらうぜ。何？皆さん無事でよかった。一旦ここを離れよう。ルアを救出した二人、事情を説明し孤児院の鍵をゲット。これで正々堂々と孤児院に立ち入り検査ができますね。その間ルーは孤児院の職員であるサンドロが預かると名乗り上げ、ムーツンがどうなったのか、ゴードンは何者なのかは自分も知りたいところ。よそ者に厳しかったのはゴードンという不審人物のせいでしょう、きっと。そんなわけでムーツン孤児院を改め、ゴードン王国へ侵入。誰か来るよ。隠れよう。ゴードン様、ご報告に上がりました。ご苦労。あいつはまさか魔女の里で戦ったボーモンか。それで王国とは。はっ、ゴードン様を探る集団が辺りをうろついておりまして。なんだと。ここのことを嗅ぎつけられては厄介だぞ。商品の方はどうなっている？船に積み終えたのか？滞りなく進んでおります。もう間もなく出荷できるかと。よしよし、せっかくこの孤児院を手に入れたのだ。孤児どもを奴隷として売りさばく、何としても成功させねばな。子供たちをそんなひどい扱いするなんて。何者だ。ユニフィ、逃げるぞ。おい、イナスだ。62章、北のゴードン王国。ゴードン様、どうした？逃げた連中を捕まえたのか？いえ、それが囲まれて身動きが取れなく。バカ者！一体どこからそんなにばあさんが集まってきたのだ！全員家に戻して帰る。もうわしには後がないのだ。ゼノイラから逃れ、名を改めてようやく始めた新しい商売、このゴードン王国は誰にも渡さんぞ。大乗時には予想もしていなかった悪行を引っ提げ再登場を果たしたボーモン。子供を奴隷として売っ払うとは、海外規制に引っかかったぞてめえ。いざなる気前進。出撃します。行きます。バストリア領北東部シレタ公務解放船、頑張りますよ。港に停泊中の船が出港するのを防ぐため、まずは機体進軍。俺は引かんぞ。みんな踊れ。決めきる。許さん。決めろ。行くぜ。逃げるな。期待してるぜ。力を叩きつけて焦がさねえぞ。当たらないよ。こういう時代。お見舞いしてやる。それだ。ちょろだぜ。はあ、君の話だぜ。これでそれはそれと時間総兵にまで先手取られるのに速度が遅すぎますね。我らの勝利だ。このまま勝ち続ける。グルスタ隊はアイテム回収、バージニア隊は櫓に突撃。出陣いたし、この人ブレイブで出撃したヤーマ戦隊は西へ。立ちはだかるなら投げ払うまで。みんな踊れ。守りを固めよ。こいつだよ。許せない。勝ってみせます。はい、この調子でいきましょう。こちらの勝ちです。アイテムを回収したグロステ隊が街道を爆心。圧倒してみせよう。みんな踊れ。耐えるのよ。いや、頼みます。やってしまって。頼むわ。腹をくくって守りの力を、加護を。遅れを取るな。期待しています。無駄だよ。敵
一気に攻めるぞ。ショーズ、メンガさんの発射が増し、弓矢隊の対飛行ががっちり決まりましたね。無駄にはしない。そのまま港に突撃。負けません。リキッドラックを決めた経験値アップ。みんな踊れ。隙を見せないで。はい、お願いします。頼んだわ。行くわ。守りの力を耐えてください。外さねえ。ここへ行よ。捨て身で行く。もう一撃。無駄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 。聞かないぜ。無駄だぜ。見とけよ。クライア、私もやるぞ。無駄だぜ。最後は炎上でバタンキー。無理すんなよ。負けはしない。いい感じじゃん。さらなる力が。やばいんじゃねえか俺。ワイレベルアップだ。恨んでくれな。3人のレベルが26に到達。6ピン、5ピン、3ピン成長。無事孤児の猫獣人たちを救出。商売がご破産になり、ボーモンは孤児院を捨て逃亡を開始。この時味方部隊が前に出過ぎていると、ボーモン隊にぶつかってしまうので注意。ボーモン隊は南西へ逃げていくので、アイテムを回収したら追いかけてボコボコにして立ち上げろ。港を制圧すると、助けた孤児から引き寄せの鈴がもらえます。たくましいぜ。よし、行こう。グラスカ隊は役目を終えたので撤収。その分のブレイブで職務を上げてみます。ヤーナさん隊は脇道に添えて拷問隊を待ち構え、その間に他の部隊でザクを倒して町を制圧。よし、やりました。制圧した。先にロイヤルオーダーを付与しておけば、離れても安心。非戦闘型の可愛い狼獣人からポーションを回収。じゃあ拷問殴って終わり。逃しません。みんな踊れ。いまいましい反乱軍どもめ、あの後わしがどれほど苦労したか知るまい。魔女の沼地での恨み、ここで晴らしてくれるわ。ヤーナさんと敵したのであるかと思いましたが、特にありませんでしたね。じゃあトリニティレイルで一掃しましょうか。これでしまいよ。行きましょう。さあ、やる。生き残ったバチストはアーミラにきつい仕置きを受けて閉居。精霊よ、感謝します。おしまいですね。もらった武器は仏鋼23の槍。アーマリアのペネトレートが使用可能。アンブッシュには何点もらえるかしら。残虐行為手当13107円、勲章26、名声65獲得。もう終わりだ。降参しろ、ボーモン。己反乱軍ども、かくなる上は。待て。ムーツンの命が惜しければ道を開けるのだ。卑怯な。そうはさせないよ。誰だ。まったく懲りない男だね。いい加減観念しな。貴様は沼地の。またしても魔女にしてやられるとは。ボーモン様、もう諦めませんか。これ以上はみっともないだけです。潔く降伏しましょう。皆さん、どんな罰でも受け入れます。どうかご慈悲を。分かった。まずはムーツン先生を解放するんだ。ムーツン先生、ご無事でよかった。ルー、心配をかけてすまない。聞けばルーが助けを呼んでくれたそうだね。おかげで助かったよ。ありがとう。皆さんにも
ご面倒をおかけ申し訳ありません。いや、気にしないでくれ。皆が無事でよかった。そうそう、子供たちも救えたしね。本当に感謝の言葉もございません。これからまた孤児院を再開しようと思います。子供たちのための王国、ムーツン孤児院を。といったところで今回は終了です。次回、吹雪の里。それでは皆さん、お達者で。